皆さんこんにちは。今回ですね、よしドリフトやっていきます。前回ね、でっかい方ハイスピードコースの方をね、動画をお届けしましたけど、今日はですねこちら、このいわゆる峠コースですかね、低速でこううねうねしたコースですね、こちらやっていきます。今日もね平日なのでガッチリ状態です。さあここね、手前側がストレートで、こっから高速のこの大きい R のねコーナーを抜けて、ここ振り返します。でこっちにね通することが多いです。さあでここで立ち上がって左カーブ低速ですね。で奥のね壁に気をつけながら早めに振って、ここでヘアピンですね。でここはね一番低速のルートですね。ここもヘアピンいきます。でこっからなるべくねスピード乗せてドーン、ここが一番の見せ場の場所になります。いい感じです。おーっとっとっと、さああらら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 、でここからもう一回繰り返して、でここね座ってると奥がね見えないので、奥に気をつけて曲がっていくという感じです。複数台でね走ると追いかけられたり追いかけようとしたりして、自分のね走りができなくなっちゃって、うまくね回れないことが多いんですけど、一人でねこうやって走っている分には結構ねやれるようになってきました。で複数台だと自分の車のウィーンっていう音がね聞こえなくって、どれぐらいこうスロットルをね握ってっていいかとかが結構ね最初は分からなかったんですよね。だからこう一人で走って、ね、握りすぎた時のこの車の動きとかね、そういうのでちょっとずつ覚えてきたというかね、目からの情報で動かせるようにっていうのがちょっと最近できてきたかなと思います。はい、おい寄りすぎ寄りすぎ。であとねバッテリーのねこうへたり具合とか、結構古いのを今まで使ってたんですけど、これね新しいのを入れてめちゃくちゃね気持ちよく走るんですよね。やっぱ古いバッテリーはね良くないんだなというのはね改めてね思いましたね。最後ゴー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 。でねあまりねアクセル入れなくて十分遊べるんですけど、こうやってガーッと入れてもその分カウンターを増やせばうまくねコーナー抜けられるっていうのもなんとなく覚えてきたんで、結構楽しんでおります。よしゴー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 。であとはこのねコースのねラインよくこう外側をねうまく通るようにっていう風によく聞くんですけど、やっぱ結構難しいですよね。おっと外狙いっていうんですかね、ミニッツとかをねやってるとね、こうアウトインアウトでクリッピングポイントに向かってシュッとね R を大きく取って曲がるっていうのねよくやってましたけど、とにかくねこう外外外狙い、外のラインにリアタイヤをこう乗せていくっていう練習をするのがいいらしくてですね、ちょっとそういうのも今やり始めてますけど、やっぱねちょっとレバー見れてきますよね。はい、ただここがねこうずーっと流して続けられるようになったのはめちゃくちゃ気持ちがいいですね。でまあ入れようと思えばこうこうやってね全然前進んでないですけど、こういう風にやるっていう走らせ方も、まあ、できてねいいかな。あとブレーキもね、なるほど、こうスライドしたままねタイヤをロックさせて、サイドブレーキ効いたような感じになるんだなっていうのが分かったんで、ここからこうねこうやってロックすることもねできるようになったんで、だんだんとこの幅がね広がってきたんじゃないかなと思います。
よし、じゃあこれ BGM を切り替えていい走りしていきたいと思います。綺麗に走って遊べるようになってきました。ということでね、一応ミニッツのねチャンネルではあるんですけど、ラジコン全般ですね、特に最近のドルフトを楽しむ予想で、ドルフトのね動画も一つずつ上げていっております、最後までね皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。またね次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。